どうも、ゆうくんです。今回は、トヨタのアクアについて、解説というか紹介をしていきたいと思います。このアクアですけど、だいぶ、世の中に、出回ってるというか、まあ、結構街中でもやたらと見るようになりまして、結構大人気だなという印象がありますね。やはり、誰が乗っても、かっこいいというか、まあ、似合ってしまうスタイリングと、あと、取り回しの良さなど、まあ、いろいろな、魅力があるから人気があるのではないかと思います。はい。ということで、紹介していきます。まずはですね、一言に、アクアといっても、まあ普通のバージョンと、あと、X アーバンという、グレードや、後でまた紹介しますが、カスタムモデルの、ジーズアクアというの、この、ラインナップも、存在するわけで、結構なんか、まあ、いろんな人向けに、ラインナップされた車かなと思います。はい、それに、もうご存知かと思いますが、アクアは、ハイブリッドでありまして、なんか世界トップレベルということですが、コンパクトのハイブリッドでトップレベルという、ことらしいですね。で、一番燃費が良くて、リッター37キロということで、結構、環境にもお財布にも、優しい車となってます。そして、なんかバリエーションをなんか、自由に選ぶことができるようです。このように、街中にも、だいぶ、馴染むということですね。毎日がスタート日和というところです。そして、リアビューも、結構、いい感じです。なんか、格好良くもなく、まあ、かっこよすぎず、かっこ悪すぎずという感じで、誰が乗っても、合ってしまうということですね。で、若干なんか変更点としては、初期型よりは、なんか、テールランプの形状が、ちょっと変更があったかなという、印象がありますね。はい。そして、夜の、スタイリングもなかなかかっこいい感じですね。特に、ライト周りになんか LED を、使用しているということで、かなり、夜も、走りやすいのかなと思います。そして、インテリアカラーですが、こちらの、こちらは、ブリリアントレッドですね。赤系の、
インテリアと、こちらはブルーブラックという、青系のインテリアとなってますね。そしたらグレードによって選べるのでしょう。選べるのかなと思います。私はどちらかというとこちらのブルーブラックの方が好みです。そして、最近、出たようですが、X アーバンという、ラインナップもありますね。こちらの X アーバンという、グレードといいますか、グレードといいますか、ラインナップはですね、アクアになんか SUV の要素を取り入れた車となっていますが、四駆の設定はないようですね。多分、はい。ですが、なんか、見た感じなんかダイナミックさが増しているという印象があります。で、ボディカラーの方も、ツートンの、カラーリングを、カラーリングが施されておりまして、ブロンズと、緑でだったり、いろいろな組み合わせがありますね。そして、こちらもなんかちょっと派手な感じなんですが、なんかオレンジの、アクセントカラーというか、ツートンカラーになりますけど、なんかこういうカラーリングもありますし、こちらも結構派手ですが、クールブルーという、カラーリングもありますね。結構なんか、どちらかというか言うと、このカラーリングはちょっと派手好きの方におすすめのようです。はい、そして、インテリアの、アクセントとしましては、すいません、ちょっと。エアコンといいます。インテリアのアクセントとしては、シルバーと、オレンジの、アクセントがあるようです。私は、シルバーの方が好みですけど、そして、アクアの最大の特徴といいますと、もちろんハイブリッド車ですので、圧倒的な、低燃費ということでありまして、ハイブリッドシステム などの、図がありまして、あと、走り方というか、走りの特徴についても、ここで、説明してあります。やはり、ハイブリッド車なんで、やはり、静かに走ることができるということで、かなり、静かに、走ることもできますし、あと、下り坂でも、回生ブレーキによって、バッテリーの充電ができるということで、かなりなんかいい車ですね。
そして、室内も、このサイズの割には、かなり広めに、かなり広いスペースが確保されております。はい。ハンドルの位置も、微調整できるようになっておりますし、あと、ターンランプ付きの、電動格納式ミラーも採用されておりますし、あと、ですね、あと、取り回しがいいということで、これはグレードというか、まあ、車種にもよりますけど、一番、小さくて、最小回転半径 4.8m ということになっております。ということで、小回りも、非常によく効くということです。そして、荷室もかなり広めに取ってありますし、あと、シートアレンジなども、かなり、充実しております。あと、これは、ルームランプもかなり明るそうですね。そして、収納の方も、結構充実しているので、使い勝手の面でも、かなりいいのではないかと思われます。そして、これもグレードによるんですが、空調に、ナノEという、空気清浄機能もついておりますので、特に女性の方とかは、重宝するのではないかと思われます。そして、もちろん UV カットのガラスも含めてですが、そしてあと、エアコンもなんか、花粉除去の、機能がついた、エアコンが使用されておりますので、これからの季節に役に立つのではないかと思われます。結構使い勝手もいい車ですね。そして走行性能ですが、かなり、走行性能も高いということです。空力も、かなり計算されて、作られておりますので、そこら辺も、圧倒的低燃費に貢献しているのではないかと思われます。加速もいいし、結構室内も静かということです。そしてメーターなんですが、このアクアという車は、デジタル式の、センターメーターを使用しているのですが、メーター関係も、かなり見やすいように、設計されております。そしてそのメーターの、情報量もかなり、いろいろな、車の、状態の、情報を、ドライバーに、知らせてくれるということになっております。そして、安全運転支援システムというものも、もちろんついておりまして、このアクアの場合ですと、トヨタセーフティーセンスCという、
システムがついております。こちらも、前の動画で、説明した通りの、内容となっております。追突防止の、プリクラッシュセーフティという機能と、あと、車線をはみ出さないようにするということで、レーンディパーレーンディパーチャーアラートという、システムがついておりますし、あと、ハイビーム、ロービームの切り替えを、自動で行ってくれる機能もありますし、あと、信号待ちで、前の車が、発進したということを、知らせてくれる、機能もあります。そして、エアバッグも、室内全体を包み込むような形の、エアバッグ類となっております。なので、かなり、安全性も、高いという印象があります。そして、車両接近警報装置というものもありまして、EBD 付きの、トラクションコントロールなども、かなり、充実しておりますので、やはり、そういう面でも運転はしやすいと思われます。そしてもちろん、坂道発進補助機能というのもついております。で、そして、2タイプのなんか、スタイリングというか、オリジナルのアクアと、エクスアバンという、アクアはですね、やはりなんかインテリアとかボディカラーなどをなんか自由に選べるということらしいです。そしてなんか、オプションも、かなり、充実しておりますので、なんか自分好みの1台を作れる的な要素もあります。はい。インテリアのカラーバリエーションは、このようになっております。そして、なんかボディカラーも、14色となっておりまして、いろんな、色が選べるということですね。で、メーカーオプションで、メッキのパーツも選べるということになっております。そして、X アーバンの方ですが、インテリアカラーが2種類、そして、ボディカラーが、ツートンのバリエーションが3種類、そしてその中から各、10種類ですねから、好みの組み合わせができるということです。で、メーカーの、パッケージオプションというのも、6種類ありまして、
スマートエントリーパッケージという、オプションと、LED ヘッドランプパッケージというグレードと、グレードというか、オプションと、ビューティーパッケージというどちらは女性向どちらかというと女性向けですかね。あ、女性向けというか、まあ、まあ、ちょっとまあ、花粉とかが気になるかなという方向けですね。あと、ナビレディパッケージという、オプションと、そして、ツーリングパッケージというオプションと、アドバンストセーフティーパッケージという、この、まあ、安全装置に重点を置いたグレードでになってますね。となっております。なんか、オプション的にはなんか、全部つけてもいいような、感じはします。そして、グレードが、XR1 は、G と、G ブラックレザーセレクションというグレードと、そして、S と、最上級が、XR1 というグレードをになってまして、その次は、G と G これは、G と G、ブラックレザーセレクションですが、こちらの G というグレードは、普通のアクアになっております。そして、S と Lというグレードになっております。こちらは、グレード別の主な装備の一覧となっております。でこちらが、メーカーオプションの一覧ですね。一覧というか比較表でした。はい。で、こちらが、主要装備の一覧となっております。で、こちらが、主要諸元となっております。こんな感じです。こちらは、トヨタのなんかエコロジー性能のなんか取り組みの説明となってますね。アクセサリーで、こちらが、アクセサリーのざっとというか、まあ、大まかな、紹介です。詳しい紹介については、次回の動画で紹介します。そして、カスタムモデルのカスタムというか、まあ、スポーティーチューニングモデルの、ジーズアクアとなります。かなり、スポーティー性能になんか重点を置いた仕様となっております。で、専用シートが用意されておりますし、インテリアもなんか
専用カラーになっております。そして、もちろん外装も、専用パーツが、ふんだんに用意されております。ジーズ専用パーツは、このようになっております。そして、ボディも、専用パーツが、施されて、専用パーツが用意されておりまして、ホイールも、専用のホイールでありまして、あと、足回りも、専用の、サスペンションキットが用意されておりますし、あと、ボディ剛性も、高めることが、ボディ剛性も高められております。そして、オプションの方も、こちらは一例ですが、充実しているようです。そして、こちらが、ジーズアクアの、主要装備表と、あと主要所言表となっております。そして、最後に、福祉車両の方も、ラインナップされておりまして、こちらは、助手席の、回転シート車となっておりまして、そしてあと、ルーフの、ボックスに、車椅子を、格納できるようにした、フレンドマチックという、車も、用意されているようです。この他にも種類がありそうですね。はい、ということで、今回は、大人気の、トヨタアクアについて、解説をいたしました。チャンネル登録、そして、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。